アイオメガはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ市に本拠地を置いていたコンピュータ関連機器の製造企業である。1980年に設立。製品は補助記憶装置が中心だった。1980年に設立。フロッピーディスクがもてはやされていた時期にすでに10メガバイトの大容量メディアを開発をしており、この 10M にちなんで 10M10 メガ、アイ、オー、メガから、社名を、イオメガとした。ベルヌーイディスクによる企業向け製品を主たいとしていたが、1990年代に、入ると個人向け製品である、リムーバブルメディアを多数リリースして、業績を伸ばした。特に、1994年に製品化したジップは、ドライブメディアとも安価で、個人向けには十分な容量を持ったジップは大きく、普及した。 1999年には前年11月に倒産したライバル会社シクエストを買収している。しかし1990年代以末に汎用規格である CD-R やメモリーカードが普及すると独自規格のアイオメガ商品は急速に売上を落としていった。2004年4月14日時点の従業社員は590人まで減り、2008年4月8日に MC による イオメガ買収が発表された。その後 MC は、レノボと提携し、アイオメガのブランドはリノビムシーへ移管され、現在レノボからアイオメガの名を冠したネットワークストレージなどが販売されている。アイオメガ時代のドライブディスク類の製造はすべて終了。パソコンのトリビア旧転写、2003年、イオメガ、シクエストの買収で合意。 PC ウォッチ、2017年1月14日、閲覧。MC2 アクアやイオメガ、MC プレスリリース。ハットエリカーグ、編集部役、MC、アイオメガを買収一般消費者と、小規模企業市場への拡大目指す GD ネットジャパン、2008年4月9日。 http://japan.zdnet.com スラッシュアーティクルスラッシュ20371081スラッシュ2016年4月24日閲覧ありがとうございます